サウサンプトンはイギリス南部の都市、サウザンプトン、サウスハンプトン、サザンプトンとも表記される。地方公共団体はサウサンプトンシティカウンシルであり、一層制の単一、自治体である。サウサンプトンはセレモニアルカウンティであるハンプシャーに含まれている。サウサンプトンはサウサンプトン水道の最北点に位置し、北西と 北東からテスト川と一ン川が市内を通ってサウサンプトン水道に流れ込む。南東にはニューフォレスト国立公園が所在し、サウサンプトンはニューフォレスト国立公園に最も近い都市である。ローマ人が最初に港町として移住してきた後、サクソン人に引き継がれる。11世紀頃のルマン人に征服され、貿易港として栄えた。 かつてはヨーロッパ各地と結ぶ港町として有名となり、定期客船のタイタニック号はここから出港した。近年は医療と学術が盛んな都市であるが、沿岸部の再開発により、商業の発展にも力を入れており、港湾施設は縮小されたが、イギリス有数のコンテナターミナルが所在する。また、いくつかのクルーズ客船の母港となっている。 考古学的な発見により、この地域は、石器時代から永住が始まっていたことを示している。古代ブリトン人から、ベルガエ人、ついで、ローマ人による、ブリタンニアイ都市背景は移り、ローマ人は、キャンプ地に集落と港を作った。それは、現在のビターンマナーのあたりで、ローマ人がブリテンを去るまで重要な貿易港として、使われた。 アングロサクソン人によるイングランドの成立後は、イッチェン川に隣接する現在のセントメアリーに集落を作り、やがて集落をハンプトンと呼ぶようになった。ハンプシャーの名もこれに由来している。中世に建設された防壁840年からのバイキングによる襲撃で、集落の栄光があって中世サウサンプトンが確立された。続くノルマイコンクエストの後、 ロンドンやウィンチェスターとノルマンディを結ぶ連絡港となった。12世紀にはサウサンプトンキャッスルが建設され、13世紀までにはサウサンプトンは主要な港となった。特にイングランド製の布と綿をフランス産のワインと取引された。1338年に100年戦争によって対立していたフランス王国の海賊が町を襲撃し、略奪行為が行われた。 この頃に現在まで残る防壁が街の至るところに建設された。防壁は15世紀に完成したが、ヘンリーパス制によって、サウサンプトン水道とソレントに新たな防御施設が開発された。1642年にはイングランド内戦で議会派がサウサンプトンに侵駐し、応答派の進行を防いだ。これら中世の時期からサウサンプトンでは造船が発達し、 町の重要な産業となった。1415年に、ケンブリッジ博、リチャード・オブコ・コニス・バラ、マッシャム・ダンシャク、スクループ、トーマス・グレー・キョーラが、ヘンリー5世を暗殺し、マーチ博、エドマンド・モーティマーを、イングランド王に、即位させようとして、発覚、大逆罪で有罪を受け、処刑されるというサウサンプトンの陰謀事件が起こった。犯行のためサウサンプトンで建造された、上陸用、 終定18世紀になるとサウサンプトンは軍港として機能し、クリミア戦争と防和戦争に向かう兵隊の多くがサウサンプトンで軍艦に乗り込んだ。1856年にビクトリア女王の提案でネットレイ病院が建設され、第一次世界大戦では陸軍の乗船港として栄えただけでなく、多くの負傷者と捕虜を受け入れた。第二次世界大戦では、 1940年に工場を狙った空襲でサウサンプトンは大きな被害を受けた。しかし病院がアメリカ軍の管理下に移りつつも1944年ヨーロッパ反抗とその後の戦いによりサウサンプトンは軍事拠点として機能した。1904年からサウサンプトンに拠点を構えたソーニクロフトはサウサンプトンに長期にわたって雇用を生み、 二つの世界大戦では船の建造と修復を担った。1740年にサウサンプトンは温泉街となり、1760年代には上質な浜辺がなかったにもかかわらず人気の海水浴場となった。1840年5月にロンドンとサウサンプトン間に鉄道が開通し、それ以来世界中に向かう船がサウサンプトンに入港するようになった。 タイタニック号サウサンプトン港から出港1912年4月10日にタイタニック号はサウサンプトン港にある専用の埠頭であるオーシャンドックからニューヨークへと向けた諸女公会に出港した。またタイタニック号を保有するホワイトスターラインのライバル会社であったキュナードラインのクイーンエリザベス号やクイーンメリー号はサウサンプトンを母港にしている。 二つの世界大戦が終結すると、サウサンプトンの広範囲な地域で再開発が行われた。1920年代に交通渋滞が増加すると、中世に建設された防壁が一部解体された。1862年に建設されたサウサンプトン大学は、1952年に王室直挙を受けて独立した大学となった。1964年にはサウサンプトンはしてに、 格上げされた。1879年から1949年にかけて路面電車が運行されていた。サウサンプトンシティカウンシルサウサンプトンは、ハンプシャーのカウンティ内にある特別市であった。それは、カウンティオブサウサンプトン、またはサウサンプトンシャーとして知られていた。しかし、1959年にカウンティは正式にハンプシャーに変更された。 サウサンプトンは1974年にノンメトロポリタンディストリクトになったが、それは1992年の地方自治法の施行により1997年4月1日に再編成され単一自治体になった。これによりサウサンプトンはハンプシャーセレモニアルカウンティのディストリクトでありながら行政的には独立しているようになった。 サウサンプトン都心部の地図サウサンプトンシティカウンシルは3党から選ばれる48議員で構成されている。2007年の地方議会選挙の後、議会は労働党と保守党の18議席が割れ、労働党と保守党がそれぞれに議席を獲得し、自民党に12議席を得た。自民党の議員が保守党、アレック・サミュエルズに投票した後に無所属になるため、離党し、 保守党は2007年5月に第一党となったが、2008年2月20日に予算準備会議をしている間、不信任の発議が通過したため労働党と自民党による連立となった。サウサンプトンは庶民員に3議席を占める。2005年英国会議会総選挙により、都市東部の選挙区サウサンプトン一ンでは労働党、ジョンデナムが、 都市西部の選挙区サウサンプトンテストでは労働党アラン・ホワイトヘッドがサウサンプトンの北部にある選挙区ロムジーでは自民党サンドラ・ギドリーがそれぞれ当選した。協会委員会は選挙区ロムジーを拡張してロムジーサウサンプトンノースの名称で新たな選挙区を設けた。この選挙区にはバセットとスウェースリングが含まれる。 2009年以降の総選挙から使用される見込みである。行政機関として、海事沿岸警備庁の本部、海南調査局の輸送部がサウサンプトンに置かれている。サウサンプトンの地理は、海と川に相当影響される。都市は、サウサンプトン水道の北端に位置する。サウサンプトン水道は、水深の深い川口で、それは、氷期の終わりに形成されたリアス式海岸である。ここへ、 テスト川と一ン川が流れ込む。テスト川は都市の生誕を沿うように流れるが、一ン川はサウサンプトンを東西に分けるように都市の中央を流れる。都心は2つの川に挟まれた半島にあり、サケつりに理想的な用沢はテスト川の河口に位置する。長年にわたって西武造船所のために多くのウォーターフロントが開発された。 開発の埋め立てに使われた土砂の大部分はサウサンプトン水道を浚渫することによって用意された。このためサウサンプトン港は世界最大の船が入港できるだけの水深が確保されている。海岸線の形は創始後と知られる自然現象を引き起こす。これも港は非常に長い満潮の時間が与えられ大型船の操縦を容易にするというメリットを生んでいる。 サウサンプトンに寄港したクイーンメリー2号サウサンプトンシティカウンシルによるとサウサンプトンには12万305の仕事があり2007年3月で給食手当を要求している3570人がいるこれはイングランド全体の平均2.5%に匹敵する2006年6月の時点でシティ内人口の74.7%が 経済的に活発であるとみなされている。サウサンプトンにある仕事の4分の1以上は保険と教育分野である。19%は不動産と他のビジネスで3番目に大きな16.2%の分野は卸売と小売業である。1995年から2004年の間にサウサンプトンでの仕事は18.5%増加している。サウサンプトンは 海洋事情と常に密接していて、造船所は長きにわたって主要な雇用種であった。定期客船の絶頂期は20世紀の前半と特に両体戦艦の年でイギリスにおける旅客輸送量のほぼ半分を達した。現在もいくつかのクルーズ客船は残り、コンテナターミナルはイギリス海峡の港湾で最大全イギリスの港湾で、 相当数4位を占める大規模な貨物輸送港でもある。しかし、リバプールなど他の港町と違い、サウサンプトンはその都心近郊に工場と造船所が長い間置かれていた。これらの移転や閉鎖に伴って再開発が必要な状態となった。サウサンプトン大学20世紀後半には伝統的な造船、航空機といった製造業の撤退があったものの、自動車、 ケーブル、電気機械、化学工業といった多様な産業がサウサンプトンに進出した。1914年にスーパーマリンの工場がウールストンとスウェースリングに建設された。スーパーマリンがビッカーズの買収されるとスウェースリングの工場はチルボルトンに移転し、やがてウールストンの工場は閉鎖された。しかしスウェースリングの工場跡は M27 モーターウェイへの建設によって敷地は狭くなったが、1958年にフォードモーターが組み立て工場を建設した。また、ソーニクロフトが保有していたウールストンの造船所も2004年3月にポーツマスへ移転したことにより再開発事業へ売却された。造船や航空機に代わってサウサンプトンに最も雇用をもたらしているのは、 サウサンプトン大学病院を筆頭とするサウサンプトン大学病院 NHS トラストである。サウサンプトンを含むハンプシャー南西部の住人50万に医療を提供し、チャンネル諸島をはじめイングランド南部の300万人以上の人々に対して専門医療を提供している。NHS トラストにはサウサンプトン総合病院、プリンセス、アン病院、 そして緩和医療を提供するカウンテス、マウントバッテンハウスなどが含まれ、管理されている。ウェストキーショッピングセンターサウサンプトンには、測量や基本地図の作成など、陸地測量を行うオードナンスサーベイの本部が置かれており、キュナードラインの本社もサウサンプトンにある。また、ロンドンに本社を置くロイドレジスターは、以前から海洋関連の研究を、 サウサンプトン大学と提携していっていたが、サウサンプトン大学へ研究部門を移転させることを決定した。サウサンプトンにおける最大の小売り店舗は、ウェストキーショッピングセンターである。2000年9月に開店し、イギリスでも大規模なショッピングセンターの一つに数えられている。2009年2月12日には、ウェストキー近くにスウェーデン、大手家具店のイケアが開店した。 他にもモールマーランズ、バーゲートセンター、イーストストリートセンターといったショッピングセンターは小規模な小売店舗向けで専門店外に指定されている。イギリス全体におけるサウサンプトンの小売売上高は2008年時に13位となった。サウサンプトンにいるウォーターフロントショッピングセンターの建設はウェストキー開発の第2段階で第1段階は ウェストキーリテール公園であった。ウェストキーは1960年代に建設された港やドックが所在していたが、1996年までに国内の船便を除いて利用されなくなった。その港を除いた土地は売却され、ここがウェストキー開発に使用された。第3段階では、ウォーターマークウェストキーの名でより多くの店舗、住宅、ホテル、 公共広場を建設することが計画されている。他にもカーニバルクルーズの事務所が2009年に建設され、サウサンプトンはカジノ建設の許可を取得した。経済の発展により、サウサンプトンは再開発を促進している。主要なプロジェクトとして、サウサンプトン最初の摩天楼をウォーターフロントに形成することで、3つの23階建てタワーはアパート区画、 オフィスビル、店舗に囲まれ、都心には21階建てホテル、オーシャンビレッジマリーナには15階建てホテルの建設が提案された。サウサンプトンはイギリス唯一の地熱発電所を備える都市である。都心のシティカウンシル、ウェストキーをはじめ、オフィスビルやホテルに地域熱供給を行っている。ブリティッシュガスによって実施されたイギリス主要都市での炭素排出量の調査において、 サウサンプトンは、低排出量のグループであると評価された。サンサンプトンで運行中のオートラインの、カーフェリーイギリス海峡横断フェリーの中心は、サンサンプトンではなくなったため、国内で運行されている3本のフェリーの終点となっている。これらは、ウェストキー近くの港に集中しており、そのうちの2本は、ワイト島のカウズへ向かうカーフェリーと総動線で、 レッドファンネルによって運行されている。ハイスフェリーによって運行されているフェリーはサウサンプトンの対岸ハイスと結んでいる。サウサンプトンには港があるため周辺とのアクセスは良好である。M27 モーターウェイはイングランド南部の都市を結びバイパス道路のようにサウサンプトン北方を走る。M3 モーターウェイはロンドンへの直通である。また、 M3 モーターウェイはウィンチェスターから A34 ロードに入ることでバークシャーを経てオックスフォードシャーに通じている。M271 モーターウェイは M27 からウェスタンドックスへの延長で A3027 ロードを経て都心に出られる。サウサンプトンの北にあるイーストリーにサウサンプトン空港が所在し AGS エアポーツが管理している。空港には 鉄道が頻繁に乗り入れており、バスも少数が空港行きで運行されている。サウサンプトンセントラル駅サウサンプトンには、ネットワークレールも整備されており、ナショナルレールの一部として、ドックへの貨物輸送と各駅への旅客輸送の双方が利用されている。市の主要駅はサウサンプトンセントラルである。鉄道路線が、東はポーツマス、北はウィンチェスターを経てロンドン、西は、 ソールズベリーやボーマースへ続いている。地方路線では、スウェースリング、セイント・デニス、ミルブルック、レッドブリッジ、ビターン、ショーリング、ウールストンの駅があり、サウサンプトンの都心、南部、東部など、近隣の街をつないでいる。駅に向かうユニリンクとエンタープライズのバス、現在バスは、多数の住人が利用する公共交通機関である。主なバス運行会社は、 ファーストサウサンプトンとブルースターであり、ブリジャンツアーズ、ステージコーチ、ビロード、ウィルツドーセットなどがある。その他の大きなバスサービス事業はユニリンクである。ユニリンクは朝早くから真夜中まで運行しており、サウサンプトン大学から大学と住宅街の間も営業するよう依頼された。以前、エンタープライズによって提供され、現在はブルースターが管理している。 フリーバスには、シティリンクとシティループがある。シティリンクは、ウエストキーを経由し、レッドファンネルのフェディーターミナルやセントラル駅など、広範囲で運行され、シティリンクもまた、ブルースターによって運営されている。また、サウサンプトンダイヤルアライドと呼ばれている、公共交通機関にアクセスすることができない、住人向けにドアツードアの小型バスもある。これは、 シティカウンシルによって運営資金を供給され、SCA サポートサービシーズによって運行されている。主なバスターミナルは2つある。最大の運行会社であるファーストは、パウンドトリーロードにバスターミナルを設けている。ここは、ウェストキーのターミナルを利用できる、他の運行会社は通過する。ユニリンクとウィルツドーセットは、いずれに向かう場合でもウェストキーを通過し、道路に沿った。 停留所を終点にしている一部のブルースターは、ウェストキーキンペミや、バーゲートを通過し、ハノーバービルで停車する。ジョイナーサウサンプトーンは、その安価な生活費と交通費、そして多数の大型バークラブが所在するため、イギリスの18歳から30歳の独身向けに、最高な居住地だと評価された。男性全体では7位だったが、女性全体のそれは、 ロンドンに次ぐ2位となった。クレーグ・デイビッド、コールド・プレイのドラマーである、ウィル・チャンピオン、ハワード・ジョーンズなどの出身地はサウサンプトンである。サウサンプトンには、ジョイナーをはじめとする多数のミュージックホールがある。ジョイナーは、オアシス、レディオ・ヘッド、クリーン・デー、スウェード、PJ ・ハーベー、マニック・ストリート・プリーチャーズ、コールド・プレイ、ザリバ・ティーンズ、 フランツ・フェルディナンドなどがホストとして活動したことがある。最も大きい劇場は2300人の収容力があるメイフラワーシアターである。レ・ミゼラブルやロッキーホラーショーといったミュージカルや映画を提供している。サウサンプトン大学のハイフィールドキャンパスに所在するナフィールシアターは地元団体に会場としても利用される。 セントメリーズスタジアムセントメリーズスタジアムを本拠地とするサッカークラブ。1983から84シーズンにプレミアリーグの前身であるフットボールリーグで2位となったが近年は三部リーグであるフットボールリーグ1まで降格してしまった。しかし2011から12シーズンにチャンピオンシップ2位でプレミアリーグに復帰した。二千十四から十五それは プレミアリーグで7位を終えた、友好都市姉妹都市姉妹港政府観光、ありがとうございます。